はい、どうもアイリスラーメンの山口です。本日もマオリをやっていこうと思います。クリシェの東波線ですね。一番上の方のクリシェ東波線やっていきます。で、超絶級2までクリアしたので、一応超絶級2の攻略動画出していきましょうということでやっていきます。使用するパーティーは祝福の新年パーティーでございます。新キャラのクリシェも入れてあります。ではやっていきます。行くか、みんな。普通にバフをかけて、極み奥義で倒すみたいな流れですね。はい、やっていきます。まあここ普通にガビルを狙って、普通に殴っていいかな。はい、お札の準備動くなよ。1、2、3。どうしよう、ここは ここはあれかな、これやってシンシアと一緒に殴ればいいかなと思いますよ。っとお札の準備が完了する。さあ、払わせてもらうぜ。まだで、ここがクリシェとシンシアチェンジ頼んだよ。で、光属性なので変わる。で、もう一個ここも変えときたい。で、さらに言うとここもやって、ここまでできるか。はい、よかったよ。いろいろとやったがあんまりいい感じにたまらないけど、まあ次が奥義の魔装君が確実に来るので、この動きでやります。動くなよ。で、リムルがもう極み奥義分までたまったので、リムルはチェンジします。チェンジするのが先ほどバックしたシンシア。悪い子になります。で、シンシアのここをやって、ああよかったよ。どんぐらいたまる。うわー、ミリムまだたまんないか。まあいいでしょう。いや、よくないか。クリシェのところをディアブロのこれ発動したら、あー、シンシア、ミリムじゃねえ、シンシアな、ミリムを貯めようと思ったのに。そっか、シンシアか。シンシアの方が攻撃高いのか。まだまだ。普通にミリムの方が攻撃力高いと思ってました。次が相手が奥義発動してくる。そのタイミングで打っておきたかったけども足りないな、93だと。こことここを2つ発動したかったので足りないので、このまま耐えるプランでいきたいと思います。耐えてくれよ。待てよ、クリシェ、あ、クリシェも別にいいか。ここよな、耐えるかな。まあ耐えてくれることを願うしかないけど。逃げろ、ありません。絶対に許しません。こちらの番。ディアブロはちょっと防御力に自信がないけど、全然耐えるか。まだ地獄級じゃないけど。さあ、こっからです。本来ならもう一人ね、奥義発動できるキャラクターがいてくれればとても安心だったのですが、まあ、そうもいかず。俺が出る、下がっててくれ。まあ、そうなってしまったのなら仕方ないということで、こんな感じで
シンシアで、ガビル落ちると思います。もし落ちなかった時のためにここまで保険をかけます。でリムル、ちょっと待ってよリムル、もしこれでも落ちなかったらちょっと大変なので、リムルそのままシオンを狙いますわ。いけ、あーよかった、やっぱ落ちないよな。さあ払わせてもらうぞ。オッケー、まずシオン落ちました。で7ターン勝利ができないな、これだと。いやー7ターン勝利できてたのにな、ちょっと残念。ここチェンジ、やっとこれでミリムたまんのか。ちょっと危ないのでリムルをチェンジします。あとはお任せください。はい、せーの、ドン。帰ろう。まあ2人分の攻撃だからシオンの攻撃がない分は耐えてくれると。耐えたね。いやー本当は7ターンで倒したかったんですけど、ちょっと魔装痕のデアラ、自分の3体目の奥義発動キャラができなくて、こんなになってしまいました。申し訳ない。悪い子になります。さ、あ、40か。いやもうここ打って、とりあえず打ってガビル倒しちゃいましょう。で次リムルが奥義発動できるかな。ああ発動できる。あやばいやばい、めちゃくちゃ攻撃された。誰もやられずに突破したいところではあるが、ここをやったけども実際のところ極み奥義にした方が絶対いいよね。ちょっとミスったな。ディアブロでリムルを増やしてそっから殴った方が絶対良かった。あでも全然耐えた、よかった。ゴブタだけの攻撃なので結構耐えてくれますね。緑、あーなんも、ここはなんだっけ、あ、いけるいけるんじゃない。緑だけでする場合、あーどっちでもいいのか。シンシアがやられそうなので、シンシア変えてゲージ増加量アップ。呪術は得意。悪霊退化。リムルやられそう。リムルじゃない、ディアブロ、リムルもやられそうだな。こう変えて、あいいね、ワンチャンシンシアやられてもしょうがないなっていう気持ちでこのチェンジにしましょう。 OK、 普通にターンめっちゃかかっちゃった。本当にあのさ、奥義を発動するターンって3人じゃないとダメだなっていう感じですね。でシンシアやっぱ狙われたか。下がっててくれ。もうここでやるしかないっすね。じゃあこれ、ああ、よかったよ。見事な危険だね。さあ、いきまーす。これで多分倒せるでしょう。どうだろうか。いや、なんか硬くなってる。さあ、極み奥義で。OK、いけました。はい、なんかね、ちょっと1個ずれたらかなりターンかかってるんで。こんな感じになりましたが、このパーティーで全然7ターンで、はい、クリアできますので、で
先ほども言いましたが3体一気に奥義発動で、なるべく極み奥義の状態でっていう感じが、普通に7ターン以内でクリアできる条件かなと思っております。はい、という感じで、クリシェの踏破戦超絶級2、このパーティーでクリアしました。ご視聴ありがとうございました。